花見さんこんにちは、カンです。ということでね、この新規開放きたね、クリスマスフランの性能を見ていこうと思うんですけど、めちゃくちゃ強いらしいのでね、今回めちゃくちゃ楽しい。もうほんまに今回のキャラ全部強いよね。まずまあリーダースキルはね、スタミナ消費マイナス 10% で普通ではあるんですけども、オートスキル維持でですね、相手コートに空中型にギフト箱っていうのを設置できるんですけど、これ真ん中に置けるんですよ。これ結構邪魔でね、これで当たった時にノックバック10秒間魅了っていうのがかかるので結構強いっていう点とですね、これね、ごちゃごちゃ書いてるでしょ。高いに接続蓄積の一部が吸収されるみたいな。これ大体 50% ぐらい溜まります。なので、普段さ、10打球で生成が溜まるキャラなのであれば、20打球で溜まるっていう感じ。あ、ただ、まあ、得点とかしたらその箱をゲットできたりするから、まあ、結構ややこしくはあるんやけど、まあ、SS の溜まり具合はちょっと遅くなるっていう感じだけ覚えておいていただけたらなと思います。で、オートスキル2がですね、打球時に一定確率で回復アイテムが出現するっていうことで、まあ、これを取るとですね、スタミナが25回復するかつですね、ドリン、ジャストを1回獲得できるんですよ。俺、ジャストやったら次のキャラスキルのとこ見ていただいたらわかるんですけど、ジャストの時に弾が消えるっていう感じなんで、すごい相性がいいっていう感じです。しかも一応の状態異常も回復して20秒間無効にするっていうことで、スカルマグラのところでダメージを与えていくってことが無理になってくるっていうような感じになっております。で、リーダースキルじゃないわ。キャラスキルで、白雪の剣能ってやつがあるんですけど、これで、ね、リーダーと同属性の時、だから、この子ってクレイキャラじゃないですか。だからリーダーがクレイキャラじゃなかったら敵はされないんですけど、クレイキャラであればですね、リーダーのタイプに応じたスキルを模倣するっていうことで、スタミナ緑色でハイジャンプ。だから、リーダーがクレイ属性のサーブタイプであればハイジャンプ。チャージやったら、ストロークタイプであればチャージ。で、テクニックタイプであればテクニカルチャージ。で、オーバーフローとか、クイックムーブとかつくっていう感じになっております。で、リーダーの属性が異なる場合は、クイックムーブが習得できるよっていう感じですね。で、キャラスキルがですね、トレビアンな忍術っていうことでね、特殊状態中移動速度プラス 15%、 しかも空中無効もついてて、打球に付与されて一部を除く効果を無効。これいいっすよね。リルテッドとかでキャッチできないっていうことですね。しかもスマッシュがジャストで返球した時に球が消えて、しかもそれが低バウンドショットになるっていうことで、もうその何、見切りがないともう結構取るの厳しいんじゃないかなと思います。もう見えた瞬間にもう直撃したみたいな、着弾したみたいな感じになると思うんで、結構ね、結構強いかなと思います。結構なんで2回言ったのかわかんないんですけども、とりあえずね、まあ、SS も結構強いんですね。これ SS のスタミナ150を回復し、しかも30秒間ね、打球による SS ゲージ蓄積が全て箱に吸収されるようになるっていうことは、 SS がたまらないんですよ。これ得点か失点かしないと、てかなんなら得点しないと SS ゲージがたまらなへんっていうね、ことになるので、マジで相手が上手すぎたら勝てないっていう状況になるので結構ね、強い性能なんですね。まあ、なんか特殊状態中になるとですね、消える高速カーブっていうことで、まあ、ピアノのオーバーチャージみたいな、まあ、ピアノみんなわかんないですか。まあ、普通にね、消えるカーブショットですよ。マジで取りにくいって、ほんまにね、見切れないと結構きついかなと思います。で、特殊状態の開始終了時に箱の中には分配されるっていうような感じで、まあ、今回ですね、このクリスマスブランド戦ってきましたね。その映像を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは、白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけでやっていきましょう。あえてカレンリーダーのこのフランっていうことで、初めからね、ジャスト打ちまくるっていう作戦ですね。カレンっていうのはね、グッド以上で返球した時にジャストになるっていう能力のね、剣を出すことができるんで、めっちゃ強いです。ということでやっていきましょう。いやー、よろしく。で、まあ、チョムスケのエビっていうね、名前か忘れたけど、まあ、とりあえずね、 YouTube 始めたらしいんでね、動画も出してるらしいんで、一番面白いやつね、どれか教えてって言ってね、後で貼ろうかなと思っておりますので、ぜひともそこから見ていただけたらなと思います。はい、もうめっちゃね、着弾点見えるから余裕やけども、見えへん方結構きついから正直強いし、オバフローもめっちゃ強い。え、オバフローって書いてた？あー、そうか、リーダーがカレンやからか。え、めっちゃ相性いいや。ほんとカレンリーダー最強やん、それ。まあでも、まあ着弾点が見えてるキャラやったら結構きつい。うわ、めっちゃ消えるやん、長い間やっぱジャストの時だけ消えるっていう球やから、消える時はもうめちゃめちゃ消えるっていう感じですね。まあルカに勝てたら、うわ、えぐこれほんまに、着弾で見えてるルカやからこれやけど、見えてなかったらやばいと思う。ちょっと待って、一戦目はルカで行かして、ルカに勝てるかって結構大事やと思うから、ルカで行って、2試合目は違うキャラで挑んでいこうと思います。ミュウェで行こうかな、クリスマスミュウェで。てか、まず SS が溜まれへん事件やねんけど、SS 封印されてるし。これ得点しないとやばいよ。これ30秒間 SS 打てない状況が続いてしまうから、マジで、早めに打たないと。ほら、全然溜まれへん。見てやばない。これ失点しても溜まらんわ。相手に溜まるだけやから、得点しないと SS こっち溜まれへんって言うて、負のループがね、作られるわけなんですよ。これ、オバフローがマジでやばい。どうすんの、オバフローのこの強さ。やばいって。しかもこれ低バウンドやからね。低バウンドってのも結構強い。ほんで、不意に消えるカーブショットね。あれもなかなかの強さ。あ、で終わった。オッケー。こういうことね。今からもうルカで勝っていけるかっていう問題ですね。ただ、もう加速っていうのは入ってるんですけど、これボレーとかできないんですよ。なぜなら相手ジャストの時に消えてしまうからね。まあ、ジャスト打たんかったら消えへんから、まあ、正味ね、ジャスト出されるまではずっと前でガン詰めっていう感じになるんかな。まあ、ルカやったらいけそうな気するんやけどね。でもそれ以外ではめっちゃ強いと思う。ていうか普通にこの何
消える球取られへん人っていっぱいおると思うから、この見切りがない場合とかであればね。だからマジで、うわぁ、低バウンド強いな、ほんまに。ちょっと待ってよ、これやばいよ。しかも SS 回転せえへんっていう罠があんね、これほんまにやばい。得点を、しょっちゅうしとかないと、結構痛いところある、これは。よいしょ。いや、これほんまに強い。え、やばいな、これ待って。2試合目もルカになる説あるわ。ちょっと待ってよ。よいしょ。いや、これはやばいな。よいしょ。なんで相手あんな吹っ飛んだ？え、なんで？ルカにそんな吹っ飛ばす能力ないよな。なんかその、なんか、かぼちゃ、ミゼリのかぼちゃみたいなやつ能力ないよな。なんで飛んでいったんやろ？よいしょ。あー、消される。ジャスト確定やった。やばい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 。やばいやばい。オッケーオッケー、セーフ。ほんで、SS 来る。よし。まあ、消えて着弾してから見えるっていう形やから。まあ、何？奥の方に SS は飛ばした方がいいんちゃうかなと思います。そのね、手前の方に打ってしまうと、その着弾してから見えるって状況になるので、まあ、そこだけ、ね、注意して、フラン側の人はね、打ってあげたらいいんじゃないかなと思います。で、これ再分配されるから、これ取って SS 溜まるって感じだね。まあ、このフランから SS をもぎ取ることができれば、SS はま、普通に溜まっていくっていうような感じやねんけど、まあ、ただ特殊状態がね、このラリー中に、消えてしまったら結構不利な状況になるので得点もできないとかになってしまうので、まあ、結構その点ではきついかなと思います。いや、マジ、これはルカやったら勝てるね、多分。俺がちょっと下手くそやったからいっぱい失点したっていう点もあるとは思うねんけど。SS 来る。うわ、そのフェイントうまい。その SS でカーブショットと見せかけての、そのオバフローで逆再入打つってうまいね。この消えるっていうのも結構高評価ですよね。なんか消えへんかって、消えてられたってこれ取れないんですよ。だから、まあ、何？ちゃんと着弾点とかに立っとかないと取れないっていう点で結構強いですね。あとさっき失点したんで SS がちゃんと溜まってないっていうね。これ強いだ。待って、ルカでも勝たれへんのかな。ちょっと待ってよ。腕っか。なんでそんななんかビクビクしてんの、どういうこと。どういう性能ですか。特殊状態切れたんですけど SS 全然溜まってない状況で。やば、それはやばいやろ。待って、これルカでも勝たれへんやん。やばすぎ。いや、これは過保やろ。わからんけど。なんか溜まっていきなり。相手特殊状態切れたら溜まるって感じやね。よいしょ、スマッシュでも消えるの忘れてたね。オッケーオッケー。いやー、やっぱルカやったらいけるかな。ちょっと待って。いや、これは多分慣れたら、いけるかな。ただ他のキャラはきついやろな。消える溜まってマジで強いから。あー、これは勝ったな。よいしょー。はい、2試合目は、あの子で行こう。クリスマスミュエでね、対抗していきたいなと思います。はい。というわけで、3戦目やっていきたいなと思います。3戦目はもう混合戦でいこうかな。ただまあ、相手打球効果無効がつくから、リルテッドでね、捕まえて特殊状態をね、解除させて、2ポイント間拘束みたいなことはできひんから、まあリルテッド以外でいこうかな。まあ、SS 貯める分には別にリルテッド使ってもいいんだけど。ほんでまあ、ルカはなんでかしなきゃノグマ無効がついてるから、なんでか忘れたけど、男気レベル1クリアしとったからやったから、忘れたけど。まあだから、まあ初めのね、このカレン剣は怖くないっていう感じ。さっき他のキャラで言ったらね、ボコボコにされたから、そこだけ注意して戦わなあかんね。まあこれ、ちょっと待って、渋谷ラケット温存してきた。オッケーオッケー、SS 溜まりました。はい、ここら辺で打てます。オッケー。あ、オッケー。定番は普通に強いね。ほんで、ここでリルテッド SS 溜めに行こうかな。よいしょ。これあれやね、SS 封印したらいいけど、相手渋谷ラケット持ってるからできひん感じやね。よいしょ。あ、ラッキー。これがやばい。ほんまにこれ着弾で見えなかったら地獄やからな。こんなんどうするん。ただまあ今、雰囲気でこっちこっちこっち。あ、真ん中今の。左に見えた。やばいって。こんな精度赤いやろ。マジで分かれへんって。これは強い。これ PSR とか使ったらマジで化け物。クリフラっていう時代があったよ。クリスマスフランと、青フラか。クリスマスフランとクリスマス青の王で全コート行くっていうね、地獄の時代があったよ。あの時マジでね、最強やったからね。全コートそれで通用するレベルの強さを誇ってたから。やばかったマジで。クリフラランカーみたいなね、やつも存在したからね。なんか、お前そんな強ないやろみたいな言われてた子が、2桁に行くっていうので結構ね、みんなにびっくりされとったの覚えてるわ。そんぐらい、二人持っとったら天下を取れる時代っていうのがあって、それが今も来るかもしれん。まあ、全校とは絶対無理やねんけど、タワーはあれやからね、出張できんくなったからあれではあるんやけど、なかなかの強さを誇ってる。マジでやばい。やばいやばいやばい、やばいやばい、それやばい、やめてやめてやめて。やばい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 。こっちボレー。オッケー。あ、瞬間の敵の強い。うわ、アウトした。惜しい。今のスピンやったらワンチャンあったな。多分アウトせんかったな。まあ、これしゃあないね。ただ、SS がたまらんくなったら痛いね。やっぱ失点すると回転率が異常に悪くなるんがマジで痛い。はいはいはい。まあ、相手が弾消す以外は瞬間で取れるのは良き。ただ、弾消された瞬間終わりやから、ジャストさんといて、やばいやばい、これやばい。オッケー、セーフ。よいしょ。ほんで、うわ、プレゼントか、プレゼントに被ってる。取られへんやつや、これ。
あ、取れた。オッケー。取れたってか、決まったよね。いや、なかなか強いな、クリスマスフラン。まず着弾点見えるっすよね。やばいわ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回クリスマスフランと戦ってきたわけなんですけども、あれなかなか強いですね。あれマジで着弾点見えへんかったら終わると思うんで、まあ一応ですね、前に着弾点、どのキャラでも着弾点が永遠に見れるようになる方法っていう動画出してますのでね、着弾点見えへんくて終わってるわーみたいなね、思ってる方はですね、ぜひそちら見ていただけたらなと思いました。下の概要欄貼っとくんでね、そっから見ていただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバーイ。